森滝一郎は日本の倫理学者、減水金運動家である、広島県二見郡君田村生まれ、1925年に広島高等師範学校門下2部を卒業し県立三次中学校の教員となるが、1927年に京都帝国大学文学部哲学科に進学し1930年に卒業。その後入学した。 同大学の大学院を1931年に卒業、出身校である広島講師教授に任じられ同年末に西茂と結婚。1945年の原爆投下に際し、広島講師教官として、同院学徒を引率していた市内エヴァの三菱重工、広島造船所エヴァ工場で被爆、爆風で飛散した窓ガラスの破片で右目を失明した。百五十三年、 英国倫理研究により、広島文理科大学から文学博士、同年、広島大学教授。1954年3月1日の第五福竜丸被爆事件をきっかけに、原水爆禁止運動に参加、原水爆禁止広島県民、運動本部事務局長に就任、原水爆禁止広島県協議会や広島県原爆被害者団体協議会の結成に尽力した。 1960年、日本原水爆被害者団体協議会理事長となり、被爆者援護法制定を目指して活動した。原水爆禁止日本協議会が内部対立により分裂し、1965年に原水爆禁止日本国民会議が結成されると、その代表委員を務めた。1976年の第31回原水爆禁止世界大会で核兵器とともに、 核の平和利用にも反対することを宣言した。1977年5月19日、原水協理事長、草野信夫と会談し、運動の統一に関する合意書に調印、その後の反核運動公用に道を開いた。1986年の第41回原水爆禁止世界大会では、核エネルギーと人類は共存できないとまで述べるに至った。 1991年、元水金議長。1973年に始まった伊方原発、訴訟では、原告住民を支援した。広島講師時代の恩師で、倫理学の重鎮と呼ばれた西新一郎と、妻、久の次女、修家を妻とした。二人の間に生まれた、長女、靖子及び次女、春子は、原爆投下時には、母と共に、 遠隔の農村部に疎開していたため、直接被爆を免れたが、赤岸となって避難してきた父、一郎の姿を目の当たりにした。当時、国民学校4年生であった安子は、戦後の1951年、高等学校1年在学中に当時を改装した手記を執筆し、広島大学教授で、父の同僚である教育学者、 永田真が編集した原爆の子広島の少年少女の訴えに収録された。次女、森滝春子は長じて、父、一郎の運動を支えるようになり、その死後には核兵器廃絶を目指す広島の会、共同代表として劣化ウラン弾禁止運動などの活動に参加し、バラク・オバマの広島訪問に際しては、謝罪がないとして反対の立場を取った。ありがとうございます。